はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんでしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ストレスは百害あって一利なし、まあ、こんなねサラリーマン川柳があってもねいいんではなかろうかとね思ってるやすでございますけどもね、今回もね前回に引き続きましてね、ストレス解消法というね話をしていきましょう。ストレスはね、血圧を上げてね、免疫力を下げます。まあ、前回はね、そのストレスの解消方法としてね、運動とね食事がね大切ですよとねお話しさせていただきましたけどもね、他にもねいい方法があります。それはね、睡眠でございます。毎日のようにね、心身ともにね、何かしらにストレスを感じてるとね、夜になって眠れなくなりますよね。夜中にね、そのトイレが目が覚めてしまうとか、夏は暑すぎて寝れない、冬は寒すぎて寝れない、まあ、僕のようにね、足がつって目が覚めてしまうとなどなどね、まあ何かしらの原因でこの起きるというのはね、これは紛れもなくね、ストレスでございます。でも子供はいいですよね。子供の元気のね勢いというのはね、こう寝起きからねフルスロットルじゃないですか。皆さんご覧になったことがある人ならね覚えてらっしゃいますと思いますけども、ディズニー映画のね、ファインディングニモってあるじゃないですか。あれのオープニングシーンが終わってすぐのシーンで、パパパパ起きて起きて起きてよ、学校に遅れちゃうよってね、このトンネルズのノリさんが声優をされてるお父さんのねマーリンの上でね、こうピョン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 飛び跳ねてね、こう勢いを持ってバーってこうサンゴ礁のお家からねこう飛び出してしまって、なんかこうサンゴの筒の中にこうカポッとねニモが頭がはまってしまうっていうシーンがあったでしょう。そこでね、お父さんのマーリーはね、家から飛び出してしまったニモを助けにね、慌てて飛び出していって、ひっきりなしにこの、お前はうまく泳げないんだってこう、叱り叫びまくってしまうんですよ。ニモがね、その右側のね、胸びれが小さくてね、うまく泳げないというね、ハンディを心配しているシーンからね、物語の最後までね、こうずっと心配しているというね、親がね、子供を思う気持ちをですね、最大限に表現してくれた映画やったんですけどもね、ニモのようにですね、寝起きから元気いっぱいですけども、まあ、親としてはもうフルスペックではないその子供に対してね、毎日考え込みすぎてね、ストレスになってしまうんです。しかしね、これはいい例ですけどもね、寝起きが悪いのはね、実はね、大人だけではありませんよね。子供もね、よく寝れなかった場合のね、寝起きというのはですね、もう我々大人がよく寝れなかった日のね寝起きのようにですね、イライラってしても不機嫌の状態でね、こう目が覚めてしまってね、学校嫌や、保育園行きたくないってね、こう朝から叫んでね、もう言うことを聞いてくれへんもんですから、親のこっちもですね、それに逆上してしまってね、もう大喧嘩ですよ。でこのようにね、心身ともにストレスを感じているとね、解消しなければなりません。でまずストレスを感じてしまうのはね、脳なんですよね。でそんなね、ストレス脳っていうのをね、癒すにはね、睡眠でして、しかもね、質の高い睡眠というのがね、非常に重要となってきます。なぜ質の高い睡眠がね大切なのかと言いますとですね、眠ることでね、外部からの情報を遮断して、ストレスの刺激によるね、大脳皮質のね活性をね抑えてくれるからです。で質の高い睡眠を得るにはですね、睡眠ホルモンというね、メラトニンっていうのをね、脳内の分泌をね正常に保つ必要があります。人間の体のね、脳はですね、太陽が沈んでから暗くなってくるとですね、脳中央にあるね、消化体からね、メラトニンの分泌がね、始まって、次第に体温をね、下げて、眠気をもたらします。メラトニンの分泌はね、午前0時からね、2時がピークでね、そっからね、もう徐々に減っていきます。そしてね、朝になって太陽の光を浴びるとですね、メラトニンの分泌が止まってしまって、今度はセロトニンというね、脳内物質の分泌がね、始まって、が起きます。実はね、メラトニンはね、セロトニンをね原料にして、ね、作られているんです。つまりですね、メラトニンの分泌を正常に保つ秘訣というのはね、日中のセロトニンの分泌を正常に保つことが大切になってきます。なのでそのためにはですね、難しいんですけどね、朝はちゃんと規則正しく起きてね、ちゃんと太陽光をね浴びることなんです。そうすることでね、セロトニンとメラトニンのね分泌のリズムをね整えてあげるんです。ストレスが増えるとね、セロトニンの分泌が減って
ってしまって、今度はセロトニンが増えるとね、ストレスが減ってというね、関係にあります。よくね、その夜遅くまで仕事をしたりとかね、よくスマホの、ね、SNS やね、ゲームなどでね、夜更かしをしてですね、睡眠時間が少ないとね、ストレスが十分に解消されずにね、セロトニン欠乏というね、悪循環に陥ってしまいます。今現代のね、ストレスの多くというのはですね、頭脳労働によるね、脳の疲れと言われています。でその状態というのはね、交感神経が活性化していてですね、眠りのスイッチになるとね、副交感神経がうまく働かずに眠れなくなることがね、一番の問題なんだそうです。睡眠の質がね、悪かったらね、朝の目覚めが悪くなって、日中は集中力の低下でね、こう切れやすくね、こうイライラってしてね、意欲の低下などがね、起こってきます。人の脳というのはですね、誰が探したというかね、知りませんけどね、まあ、昔の人が調べに調べ尽くしても謎とされてますけども、読んだり書いたり話したりね、計算とかのね、言語とか、ね、論理的な思考などをね、担当する左脳と、図形や映像のね、認識とかね、イメージの記憶などをね、司る右脳があります。現代のストレスでね、疲れてしまうのはね、主にね、左脳の方だそうです。このようなことからね、右脳を働かせてね、左脳を休めるようなね、音楽を聴くこともね、疲れた脳を癒す一つの方法になると言います。脳をリラックスさせてくれて、セロトニン活性を促すためにいい音楽というのはですね、無意識に近い形で、右脳が受け流すメロディーのない自然な音なんです。例えば川のせせらぎとかね、小鳥のさえずりとか、森林の風音、そしてね、海のね、波の音ですね、あとイルカの鳴き声とかがあります。あとね、歌詞やメロディーのない太鼓の音とかあるじゃないですか、こんな音ね、そんなリズムだけのね、音でもね、いいと言いますよ。毎日の仕事でね、疲れを感じたらね、このような音をね、こうイヤホンでね、聞きながらこうじーっと目を閉じてね、少し脳をね、休めてあげるとね、ストレスの軽減になります。そしてもう一つね、よく眠る方法でですね、涙活という言葉がありますけどね、皆さん聞いたことありますでしょうかね。その名の通りね、涙を流すことです。泣くことなんですよね。でもね、ただただ泣くだけじゃないんですけども、まあその涙活がね、その神経をこうパッと切り替えてくれるというんですよ。でこれはね、効果的でストレスを解消してくれて、脳を癒す方法でしてね、人間の大人でしかね、起こらないね、感動の涙を流すことなんです。でなぜそんなね、涙活がね、ストレス解消に効くのかと言いますとですね、それはね、交感神経優位から副交感神経優位へとね、一気に切り替わってくれるからなんです。でこの現象でね、緊張している脳がね、解き放たされてね、リセットされるとされています。普通はね、睡眠によって脳を休ませますけどもね、感動をして流す涙というのはね、起きていながらにでもね、睡眠に近い効果をもたらしてくれるようなんです。感動の涙というのはですね、人に共感してね、流れますけどもね、その際にはね、脳のおでこのね、部分にあるね、内側前頭前野っていうところにあるね、共感脳というのがあるんですけどね、そこの部分のね、血流の量がね、ぐわーっとね、増えるからだそうです。そうするとね、ストレス抽出の興奮がね、こう静かになってね、脳全体が癒しの状態にリセットされると言います。涙活のね、具体的なやり方はね、まあ言うまでもありませんけどもね、自分が感動できる映画やね、ドラマや DVD などをね、こう見て泣くことですよね。でテーマはね、友情でも恋愛でも動物もでも親子の傷でもね、スポーツシーンであってもね、何でも構いません。ただしですね、当たり前なんですけどね、ホラー映画は NG でして、恐怖はね、共感脳のね、血流量をね、減らしてしまって、セロトニンの働きをね、弱めてしまいます。ポイントはね、泣きたくなったらね、我慢したり途中で止めたりしないことですよね。できる限り思いっきりね、泣いたらいいんですけどもね、一粒でもね、涙がこぼれたらね、交感神経から副交感神経にパッと切り替わります。涙の効果はね、いいことにね、長く続きますのでね、決してね、毎日泣く必要はありません。たまにのその週1回のね、まあ週末でもいいですよ。週末の夜にでもですね、涙活の時間をね、持つとね、良さそうですよね。そしてね、泣いた後にはね、気持ちがこう、すっきりしたりね、お腹が空いたり、眠たくなるなどのね、効果が現れてきます。でこれはね、副交感神経がきっちりと働いている証拠です。まあ皆さんもね、たまには泣いてね、脳の疲れをね、洗い流しましょう。そして、いい睡眠をとりましょう。それがね、ストレス解消につながります。そうするとね、ストレスによる血圧もね、下がってくれて、ストレスによる免疫もね、上がってきます。んでね、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。